システム手帳。システム手帳は手帳の一種でバインダーの仕組みを用いフィルと呼ばれる用紙部分を交換可能なものを言う。イギリスで1921年に六ッバインダー手帳として発売された。本来は牧師や副官外内移管クラスの将校が自分の教区や率いる部隊に関する記録を収めておくために用いられた。随時内容を 用紙の差し替えで行い、またあらかじめ用意されたリフィルを利用することで、利用者の利便性向上が図れ、システマチックに運用可能である。日本では1984年に上陸した後、次第に流行するようになった。システム手帳が生まれた背景には、第一次世界大戦の反省があった。同大戦以前の戦争では、貴族が指揮官として民兵、同意運兵など、 一般の平民を統率して戦う組織が一般的だった。しかし、第一次世界大戦のような国力を総動員し、かつ機関銃やダイナマイト、大砲や毒ガスなどの新兵器が登場した。大規模な戦争では前線で甚大な人的損害を発生させ、将校すなわち貴族という前提が崩壊した。15の生産労働力として利用されるようになった。 女性労働者と並んで、平民が将校として大量に採用され、活躍したという、従来とは異なった、戦争の形態が生まれた。この新しい戦争の形態にあって、以下のような情報は、部隊の死活問題にも及んだ。そして優秀であるとはいえ、平民将校は、四季に不慣れという問題もあった。そのためもはや近代戦争は、 個人の頭の中だけで軍隊を運用できる限界を超えてしまった。この対戦では膨大な数の兵民を兵士として将校として活用していかなければ国家として組織としての軍隊が成り立たなくなっておりそこで扱われる情報も相対的に増大した。このような深刻な問題意識から英国陸軍の将校たちによって考えられた情報ツールがシステム手帳である。 そして、その利便性が徐々に広まるにつれ、様々なところで使われるようになっていった。1984年には、日本国内でもファイリファックス、ファイルファックスが正式に発売された。著名人の愛用者がしばしば、マスメディア上で便利な手帳とするコメントを発したことから、1980年代末から1990年代、中頃より、類似製品を含めて、 急速に愛好者が増加した模様。1985年に、ジャーナリストの山根和馬が書いた、スーパー手帳の仕事術、ダイヤモンド社官が日本で、最初のシステム手帳ファイリファックスの解説本と言われる。日本で言われる、バイブルサイズを最初に、日本でルフしたのは、山根で、欧米では使われていない単語である。なお、日本初の国産システム手帳は、1968年に、 経営コンサルタントの奈良総一郎が考案したシステムダイアリーである。テレビドラマなどでもビジネスマンや医者、弁護士、学者といった社会的な注目度の高い知的な職業の役柄を強調するための小道具としてシステム手帳がたびたび登場したことも日本でのブームの要因となった。作中の扱いでは丁寧に整理され綴り込まれた情報を瞬時に 取り出したり、メモを走り書きしたり、不戦士などがはみ出したシステム手帳が、精力的に忙しく活動している様子を間接的に示していたりといった具合で、大量の情報を能率的、機能的に扱える強みを、登場人物の性格付けに利用した。最初に、システム手帳が登場した映画は、誰がために金はなる、1943年と推測される。作中で、 主人公役のゲイリー・クーパーがミニサイズのシステム手帳を使いこなしている様子が描かれいる。用紙サイズにより A4 のバインダーノートの下にあたる A5 完成ハガキの場合 A6 ハガキサイズ A7 ハガキの位置 24cm8cm のカードサイズといった様々な用紙サイズのものが見られる。なお用紙サイズによって穴の数に違いも見られる。 近年では、文具店でも安価な製品が見られるほか、百貨店でも文具売り場の一角を占める様子が見られる。交換用の用紙であるリフィルには、日付の入っているダイアリー、日記や予定表、分類のための各種インデックスシートなどユーザーのニーズに合わせて各種用意されていて、それを使う人の仕事内容や生活習慣、個人的趣味により自由に組み合わせができる。 また電卓や物差しといった文房具もバインダー内に仕込めるものが販売されている。さらには様々な書幣を入れて保存するためのプラスチック袋や磁気カード入れ、プリクラ台紙などが販売されている。例えばダイアリーは年間の予定表のようなものから見開き2ページが1月単位のもの、1週単位、1ページが1日単位のものなど各種ある。 一年あるいは数年ごとに差し替えて、続きのものに取り替えて使う。日付があらかじめ各年のカレンダーに合わせて印刷されたものが販売されており、それを利用することが多い。サイズはメーカーによって微細な違いがあり、また全く互換性のない独自サイズを提供するメーカーもある。ここでは日本国内でノックス、ビンデックスなど、 複数のメーカーからリフィルが提供されているものを挙げる。手帳のサイズは、バイブル、聖書サイズと言われるものが最も一般的である。リフィルサイズは、縦 171mm、横 95mm で閉じるための穴は6個である。バインダー部分の一般的なものは、中央に閉じるための6個のリング、扉部分には名刺などを入れるポケット、ペンを刺すための筒状の突起。 ペンホルダー、閉じた時開かないように止めるベルトなどで構成される。材質は、高級なものはリングに、金属、カバー部分には本革、安いものはリングやカバーにプラスチックを使ったものや、また、カバー部分は布や紙を利用したものなど各種ある。また自分で専用のリフィルを作るために、六欠の穴あけパンチも販売されている。 ダイアリー部分の仕寄りや定規代わりとして使う幅の狭いプラスチック定規が標準で付いており、これはバインダーのリングを開かなくても取り外せるよう穴が開いている場合が多い。2000年代にはこれを発展させた製品も多く、カバー部分の円にファスナーを備え、収納時にはポーチか財布のように周囲を完全に閉めてしまえる内容物の脱落防止など物や金属や 合成樹脂のカプセル上ハードケースを備えるものなど、様々に工夫を凝らした製品も見られる。専門店などでは、多種多様で、個性的なリフィルが用意されている場合もある。今年験の百貨店文具売り場では、そういった変わり種リフィルを幅広く取り揃えるところも、見られる。今年ステム手帳の多くは A 班、用紙のサイズを基準とすることも絡み、 同じく A 版を基準とする名詞サイズとの相性が良く、バイブル版を中心に名詞関連を効率よく扱うリフィルも充実していい。このため名詞入れリフィルをプラットフォームとして名詞サイズのカード型文具などをシステム手帳と組み合わせる工夫をしている愛用者もいる。こういった工夫を楽しむ趣味が講じたユーザーの中には、ファスナー付きの多目的保存リフィルの中に ソーイングセットから絆創膏といった日用品、ガム、機能性ガムや、公衆予防用のフィルム清涼お菓子や板状のキャンディといった菓子類まで忍ばせるものもいる。システム手帳では、大手ブランドによるデファクトスタンダードがほぼ確定しており、同じサイズであれば、穴の位置や個数など規格が統一されているため、メーカーの別なく、自身の好みやニーズに合わせて、 自在な組み合わせが可能である。このような自分のスタイルないしニーズに合わせたリフィルの組み合わせや活用、工夫とそれに伴う付加価値的利用方法といったものも方々で公開されている。このため、手帳一般とは違って、システム手帳の扱い方で個性を示すような自己表現的ツールとしての意味付けも見られる。さらに、この工夫の面白さと、 個性表現に見せられたユーザーの中には、自ら独自のリフィルを作成するものも現れるようになったほか、リフィル自作に関する書籍も数多く出版され、リフィル印刷に特化した専用のアプリケーションソフトウェアや、リフィルサイズに穴パンチする穴開け機なども市販されており、独自化の追求を支援する商品群も見られる。反面、一通りのリフィルを活用したユーザーの中には、 専用のリフィルを利用することなく、シンプルな掲載リフィルとダイアリーのみで全てを済ませるものもいる。このあたりはユーザー各人の趣味の分野でもあるため、個性が如実に現れる。どちらを選択するかは利用者自身の価値観の問題でもあるため、一概に優劣は存在しない。近年では携帯電話が普及していることもあって、 完末の住所ロクリフィルを使わずに携帯電話のアドレス帳機能を活用するユーザーが多い。代わりに住所ロクリフィルをその掲線を利用して読んだ本や見た映画の記録などに応用するユーザーも目立つ。日本ではシステム手帳の流行と前後して電子手帳が多く発売されている。しかしこの機器は繊細な電子機器であることから耐久面で システム手帳に及ばないところがある。検索性に優れることから住所録などには重宝した。また辞書や特殊な電卓、またはゲームなどの様々な機能を付加することも可能である。この他にも、この機器には時計が内蔵されており、予定表はカレンダーと連動してアラームなどにより積極的に所有者に知らせるという紙の手帳にはない利便性を提供していた。 携帯情報端末は1990年代より電子手帳と置き換わる形で登場した。この小さくつつましいコンピュータはパソコンやコンピュータネットワーク、さらにはインターネットとの連携性が高、出先で入力した情報をすぐさまパソコンに取り込んで利用できるほか、様々なソフトウェアをインストールすることで、住所録やメモとしては、もちろんのこと、電卓や辞書、果ては、 オプション機器を利用する、多機能化するなどして、デジタルカメラやデジタルオーディオプレイヤーといった利用方法も出ている。この頃には、予定表もコード化し、日時、週時、月時で予定の有無を確認できる機能が搭載され、また年や月、週単位で予定を繰り返したり、他の機能との連動という形で、やはり紙の手帳にはない利便性を提供した。その後、 進化した携帯電話は個人が住所録を持つ必要性をかなり下げる要因となっている。携帯電話は電子手帳や PDA の機能を取り込みつつダウンサイジングし操作利便性を向上させている。特に本来の通信機能に必要な電話番号やメールアドレスと連動した住所録機能を標準的に持つようになった。しかしこれらの製品は高価である上に 故障すると中のデータが見られなくなるばかりか、最悪の場合修理の過程、ハードウェアリセットで失われるため、これを嫌う向きは相変わらず手帳を愛用し、必然的にシステム手帳を駆逐するには至っていない。特に電池切れを心配しなくて済む紙メディアの信頼性の賜物である。ただ、さすがに紙の手帳には予定を所有者に知らせたり、 あるいは書き込んだ内容を種類別に自動で整理、ソートや検索する機能はないし、また、インターネットとの連携もできないため、この部分で、電子手帳や、携帯情報端末と紙の手帳との住み分けを行っている模様である。紙と、鉛筆やペンといった単純な記録装置は、教育を受けた人なら、基本的に誰でも利用できるため、相変わらず愛好者がおり、 やはりシステム手帳を含む手帳の利用者は存在している。愛好者の中には電子機器に対する不信感や入力機器に対する拒否感も見られ、また先に挙げたような不確実性、故障などによるトラブルを嫌い紙の手帳に回帰したり、あるいは併用する人すら見られる。電子入力より紙の方が早いことも挙げられる。また、書店などに行けば、 これに関しての活用方法を示した書籍も見られる。フランクリンプランナーのように人生全体を管理するツールとして用いる方法も提案されている。近年再びブームとなりつつある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。